JFL の存在意義ってどうなのっていう話が、これ実はずっとあって、最近も特に、高まっているところがあります。で、一つはですね、この地方のアマチュアクラブが全国リーグ戦うっていうのは、ものすごい負担がかかるんですね。経営的に。で、実際それで、経営が立ち行かなくなって、潰れてし、撤退して潰れちゃったのが FC 神楽島根という、チームです。一方で企業チームも、ここでいつまでも、やっていくのが難しいとなって撤退した。まあ、今まさにソニー仙台がそういう判断を下したわけなんですけれども、かつても、佐川滋賀というところがですね、佐川って言ったら結構、宅急便ですごく大きい会社ですけども、そこもやっぱりこう撤退してしまったとかですね、このアマチュアチームだけじゃなくて、企業チームでも結構撤退することはまあまああると、いうことが一つあります。で、もう一つ、岩手グルージャ盛岡って、今 J3 で最下位に、なってですね、ちょっとこのままだと JFL に降格するんじゃないかというふうに見られている J クラブがあるんですけども、実はこれこのクラブは、2014年に J3 ができたときに、東北リーグから JFL を経ずに、ポンと J3 に上がったんですよ。僕はこれも絶対数合わせだと思ってるんですけども、一応地域決勝で優勝してるんですよ。だから、そこそこが地域リーグで強いチームだったんだけれども、JFL という、まあ、厳しい、全国リーグを、まあ、経験せずに J3 に行ってしまったがゆえに、経営的な脆弱者がそのままになってしまって、今の状況があるんじゃないかっていうふうに僕は見ています。ですから、JFL ってのは確かにすごくいろんな意味で負担があるリーグではある一方で、でもそれを乗り越えないと、J クラブになった後が大変だよねっていう見方があって、ここはちょっとまだ結論は出てない。結論は出てないって僕の中でですね、いい面も、そうでない面もあるというところで結論は出てないんですけれども、そういった、まあ、日本サッカーの、ピラミッドを見ていくと、まあ、いろいろな、まあ、課題がまだまだあるなというところをですね、ちょっと歴史的な観点も踏まえながら、ちょっと、説明させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごく確かにって思ったのが、J2 ができたっていうところの、その変遷っていうのが、我々はもう J3 まであるのが今当たり前だと思って生活してきたので、そういえば J2 ができたタイミング、 J3 ができたタイミングがあったなってなると、その下に紐づくその組織のピラミッドの、まあ、下方にあたるリーグも含めて影響を受けていると。しかも影響を受けるということは、その前に事前に何かしらのディスカッションがあったり、その J リーグだったりサッカー界のプロの中の形っていうのが議論されたはずであって、そこの視点を忘れちゃいけないなというふうにすごく今改めて思ったんですが、その最初私の方から、伺いたいなと思ったんですけど、例えばまさにソニー仙台の例のように、JFL の中で、まあ、ホーダーもそうですが、すごく強いというされた存在、彼らの中でのその JFL で戦う意義みたいなのはどういうところにあったのかっていうと、宇都宮さんはどういうふうにご想像されますか？やっぱりホンダがそうですけども、日本サッカーリーグではまあ、強豪の一つだったわけですね。で、やっぱりその全国リーグっていうところで戦い続けることの、やっぱりこうプライドとかやりがいみたいなのってのは一つ絶対あったと思います。で、例えばじゃあホンダがね、まあ地理的に言うと東海リーグ、東海地方にあるわけですけれども、浜松ですから。じゃあ、J2 ができたから、じゃあ東海リーグで、活動を続けるかというと、これはちょっとね、やっぱりその落差ってものすごくやっぱあるわけですよ。っていうところで、やっぱりプロじゃないんだけれども、全国リーグで戦えるっていうことに対するフットボーラーとしてのモチベーションっていうのは絶対あると思います。で、もう一つは、プロじゃないけれども、やっぱ働きながらサッカーしたい人っていうのは一定数いるわけなんですよ。僕らどうしてもプロっていう観点でしかサッカーって見がちなんだけれども、そうではなくて、ちゃんと働いて、お給料もらって、で、仕事が終わったら夜、グラウンドで練習して、で、週末はサッカーでこう、汗を流して、勝った負けたやって、また次の日の月曜日からまた仕事に戻るっていうことに、
やっぱりこう、生きがいとかやりがい感じてる人たちっていうのも間違いなくいるわけですね。ですから、そういう人たちの受け皿として、やっぱりこう、全国で戦うリーグっていうのは、やっぱり残してほしかった人たちの気持ちも僕はわかります。ただ、ホンダにしても、大塚製薬としても大企業ですよね。大企業の福利厚生として、そういったサッカー部を残して、ちゃんとその、週末、試合ができて、で、しかもある程度その、選手はね、ちょっと働くところで優遇されて、選手生活が終わってから、まあそこそこのポジションが用意されてっていう、企業チームっていうのは、そんな多くはないし、この、ね、25年、30年ぐらいで、どんどんその、日本経済っていうのが縮小していく中で、企業もそんなに余裕はもうないよっていうのが、まあ実情じゃないですか。一方で、J リーグに行きたいクラブっていうのは、こう地方にどん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 できていく中で、やっぱりその、J リーグに行く前に JFL でちゃんとこの、戦力的なところもそうですけども、経営的な基盤と、あとその地域に応援される存在になっていくっていう、一つ前段階として、JFL っていうものはやっぱりこう、このに、今年で25年になるんですけども、機能してきたのかなっていうのを感じます。なるほど。確かに。シンプルにその J3 だったり、J リーグプロチームとして、チームとしての組織だったり、基盤、経営体力みたいなものは、全国リーグを経験することで一つ、養われるっていうのは、さっきのクルージャーの件も含めて、あり得るというところなんです。うんうんうん、はい。岡崎さんは地域リーグで、まあ、先ほどの関西リーグ、バサラ、今日も持ってらっしゃいますけど、今のお話で伺ってどうですか？例えば、全国リーグなきゃいいのになって思ったりすることもあるんじゃないかなって正直思うんですけど。いや、全然全国リーグというか、まあ、そもそもそれがあることが普通だという認識で、まあ、もともとはいたんで、ただそこまでの日程があるっていうのは、まあ、やっぱり地域リーグに行ってから、っていうか、チームを持ってから、やっぱ思いましたし、まあ、もちろんこう、その理由っていうのも、まあ日本リーグというか、このプロリーグの事情もあったりとか、まあその選手たちが、まあ要は日程的にこうそこしか行けないとかっていうのもあるだろうし、まあたくさんの理由が、まあある中で、まあすごい厳しい道のりだなと思いますし、ただその一方でこう、まあ、全国、まあ、本当に言った通りで、全国リーグにする、この、意味が、まあ、こう、あるのかなっていうところは、やっぱり負担が、まあ、どうしてもかかってしまうっていうところで、プロと、この、日本リーグの、プロリーグの違いが、こう、どうしても、こう、わからないというか、まあ、なんとなく、先ほどの説明で、まあ、こう、理解はできるんですけど、やっぱすべてのチームのこの、バランスを考えても、地域リーグに、まあ、JFL もしちゃった方が、なんか個人的には、まあいいのかなというか、まあ、その後、こう自分が今、地域リーグでこっちでやってる中で、なんかプロとその、要は、日本プロリーグの、まあ JFL の、なんかこう違いみたいなのが、ちょっとこう、やっぱり、同じ全国なのに、まあどう違うのかっていうところで言うと、まあすごいこう判断が難しいなっていうか、やっぱそこを突破してプロに行くっていうところで、まあさっきのいろんな人がサッカーできる環境を作るっていう意味では、まあサッカークラブをたくさん地域に増やすって考えると、まあ、圧倒的に関西リーグとかその地域リーグのそのチーム数が少ないっていうところがなんか気にはなるなというか、どうしてもそのプロの選手たちがこう試合出場数を例えばこう積み重ねなきゃいけない若手がいたとして、なんかこう JFL に行ったり地域リーグに行くっていうのも全然こう若い選手が行くのもありだと思うんですけど、こう海外にいるとまあそういうのが普通なんで、でもなんかこうやっぱり地域リーグとのその JFL とさらに J
J リーグとのこの狭間が、こう、なんていうんですかね、差がありすぎるというか、なんかもっとこう、なんていうんですかね、上にステップ上がっていくような、なんかこのピラミッドにしていかないと、まあ、つながってない気はするなっていうか、この地域リーグと J リーグがあんまりつながってないし、JFL とその J リーグがあんまりつながってないような気は感覚的にはするなっていう感じはしますね。なんか見た、このヨーロッパに今自分がいて思うのは、はい。J リーグはもう60クラブで一回打ち止めにしてるわけですね。多分、はい、今後もこれがもう60っていうのは続くと思います。でそうしたときに、じゃあ例えば、今一番下にいるグルージャ森岡が、はい、落ちた場合、J3 から落ちた場合、一応全国リーグが受け皿になっていれば、またその、なんて言うんでしょうね、そんなにこの、戦う場のレベルを落とさずに、はい、きちんと体制を立て直して、またJ3 に再チャレンジすることが僕は十分可能だと思うんですね。で、これが JFL じゃ、全国リーグじゃなくて、いきなりこれが今度東北リーグに落ちたら、これ結構しんどいですよ。はい、確かに。試合数も少ないし、レベルも、はい、だいぶ落ちるし。はい。だからそうして考えると、下から上を目指すっていう見方もあるんだけど、今度下、はい、上から下に落ちてきた時の、そこの環境がどうなのかっていうことも、やっぱりちょっと考えていく。はい、必要があるなっていうところで。あるかもしれないです、うん、地域によって。はい。そうなんですよ。ですので、JFL というのはそういったところでは非常になんだかんだ言って、バッファーとしてはすごく機能してるのかなっていう気がしてます。はい、で、もう一ついいですか？シーズン以降あるじゃないですか。はい。シーズン以降になったときに、J リーグはやりますって決めて、JFL まだ公式に発表してないんですけども、僕が取材して聞いてる範囲では、JFL も間違いなくシーズン以降 J リーグに合わせます。で、これ結構重要なことで、もし、例えば合わせないとなった場合、じゃあ落ちたチームは半年間公式戦ないっていう状況になるわけですよ。で、半年間、経営的にもその間どうしようって話になるわけですね。そういったことにならないように JFL は間違いなくシーズン合わせてきます。J リーグに。じゃあ地域リーグとかその下どうなのかってなった時に、おそらくそこは合わせられないと思います。はい。なぜならば、例えば北海道リーグっていうのはあるんですけれども、これ5月から10月なんですね、開催しているのが。まあ、とてもじゃないけど、まあ、秋春制とか無理なわけですよ。東北も厳しいと思います。はい、そうして考えたときに、少なくとも、JFL に落ちる段階では、サッカーのレベルもそうだし、全国リーグだし、あと何よりシーズンが一緒になってくれるっていうところでの、やっぱりこの、受け皿になれるっていうね、ところもあるんですよね。っていうところで考えると、なんだかんだ言ってやっぱ JFL 必要なのかなっていうふうに、最近僕は思ってます。